バンディ、お待たせ。全然待ってないよ。そんなことより、レン君。例のブツは？例のブツ？そう。一度口にしたら病みつきになる。白いあれだよ。あ、牛乳のこと？買ってきたよ。もう、レン君。そこは悪代官様になりきらなきゃ。あ、そっか。ごめんね。次は絶対にちゃんとやるよ。レン君は本当に面白いな。牛乳ありがとう。ごめんね、買いに行かせて。はい、これお金。ううん、ご飯買うついでだったから。それじゃあいただきます。いただきます。万里はお弁当？うん、節約にもなるしね。今日も豪華だね。そうかな。うちはいつも結構こんなもんだよ。レン君はいつにも増して小食だね。大学にもラッピがあればいいのに。本当にレン君はラッピが好きだね。うん、大好き。でももっとバランスよく食べなきゃダメだよ。歌うためには体力もつけなきゃね。はい、これあげる。え、ダメだよ。バンリーのご飯がなくなっちゃう。俺は大丈夫。まだこんなにあるし。じゃあ僕もあげる。ドラムだって体力が必要でしょ。それじゃあ意味ないんだけどな。まあ、いっか。うん、美味しい。大学の食堂のご飯って早くて美味しくて安いよね。それに毎日こんなに人が来るわけだし、いい商売だよね。そんなこと考えたこともなかった。万里はすごいね。褒められると照れるな。俺お金好きだからつい考えちゃうんだよね。レン君はラッピー以外に好きなことってないの？歌うことかな。それは知ってる。他には？うん、カラオケも好き。それも知ってる。レン君って意外と謎なこと多いよね。趣味とかはないの？カラオケ以外で。あるんだけど、ちょっと子供っぽくて恥ずかしくて。子供っぽい趣味？なんだろう。でもなんだろうと恥ずかしがることなんてないんじゃない？だって好きなんだもん。俺の好きなものなんてお金だよ。万里の好きなお金は誰かのためのお金でしょ。全然恥ずかしくないよ。むしろかっこいい。そうかな。じゃあレン君の好きなものもきっと恥ずかしくなんてないよ。教えて。僕、特撮とかアニメが好きなんだ。特撮って朝やってるヒーロー番組だよね。うん、そう。俺も好きだよ。弟たちが見てるから一緒に毎朝見てるんだ。今やってるやつ面白いよね。うん、面白い。今度映画もやるよね。うん、あれも見に行こうと思ってて。じゃあ一緒に行こうよ。あ、もしかして他の友達ともう約束してた？ううん、してない。やった。あとさ、あとさ、今度ヒーローごっこしない？弟たちとよくやるんだけどさ、俺いっつも悪役だから、たまにはヒーローもやりたくてさ。二人でできるかな？何言ってんの、レン君。いるでしょ、5人も。そんなにたくさん？アルゴナビスでやろうよ。5人いるからレンジャーできるよ。みんなやってくれるかな。あ、でも悪役も必要か。じゃあ渡君にやってもらおう。怪人細かいんじゃ。それ怒られないかな。大丈夫大丈夫。万里に趣味のこと話してよかった。すごく楽しい。俺も聞いてよかった。映画も行こうね。うん。